先日上げた動画です。わかりますか？黒い点のようなものがあります。定期的にブロワーでセンサーを掃除してたのですが、どうしてもこのゴミだけ残ってしまいました。新宿ヨドバシカメラでセンサーを1020円で掃除してくれるとの情報を嗅ぎつけたので、早速行ってきました。受付で紙に名前と電話番号を書いて、アイキアルファ6500とレンズを渡しました。ゴミ清掃終了予定の1時間半後に戻りました。近くにはカメラ総合館やマルチメディア館などがあるので余裕で時間潰せます。結果は、ゴミ取れました。嬉しい。清掃をやる前と、やった後を比較できる紙をいただけました。一箇所だけかと思ってましたが、全体的にたくさんありました。全部、取れてます。行ってよかったー。ちなみにソニーは、2017年7月26日現在、保証期間内なら、お近くのソニーサービスステーションでタダで掃除してもらえますが、保証期間経過後は3000円プラス、税がかかります。なので、保証期間経過後はかなりお得です。と言っても、長くカメラを使っていくなら、自分で掃除できるようにならないといけませんね。自分でセンサーを掃除するのは怖いと思った方は、利用してみてはいかがでしょうか。補足。汚れが取りきれない場合は、費用請求はないらしい。秋葉店のヨドバシカメラでもやってくれる。取り扱ってないカメラもある。アルファ6000、アルファ7などは、センサーが繊細という理由で、できないと言われました。なので、行く前に確認した方がいいです。特にミラーレスは、レンズ取ったら、すぐにセンサーなので汚れやすいので、定期的なクリーニングが必要とのこと。混み具合によって、清掃終了予定時刻は変わるみたいです。空いてる時は、30分くらいで、終わることもあるみたいです。バッテリーは、できるだけ満充電にしておく。少なくとも残量が、50% 以上ある状態が望ましい。SD カードは抜かれるので、あらかじめ抜いておいた方がスムーズ。場所は、カメラ総合館でもなく、修理、フィルム館でもなく、MI 新宿、第2ビル、地下2階。カメラ、時計、修理コーナーです。新宿西口から歩いてみました。どうしても行けない場合は、動画を撮ってきたので利用してください。